どうも昆虫ハウス101号室ハチマルです。そしてカメラマンが平岡さんです。よろしくお願いします。何でしょう。はい、今回は僕の愛する昆虫に感謝するお時間でございます、うん、あーなるほど、日頃の感謝を込めること、うん、でまあ全ての昆虫に対してもちろん感謝するのは大事なんですけど、うん、まあ、こうやって YouTube に上げてる以上、うん、基準になってしまうのがどうしてもその再生回数だったり視聴時間なんですよ、うん、なるほどね。僕の中の1位にダントツで、うん、チャンネルワニさんとのコラボで、3位もユミトさんとのコラボだし、はいはいはい、でそうなってくると僕だけの虫でなんだろうって見たら、うん、リオックだったんですよ。これ群抜いてんじゃない。はい、もう、まあ、リオックもまあ言ったらね、大原店長からの授かり物だから。本当なんか人の力で頑張ってるなお前頑張ってるのか分からんけどそのリオックにお礼をしたいということで、はい、まあ、美味しいご飯をご馳走しようと思ってます。リオックのジクラや。はい、ジクラもしくはまあゴキブリとか与えてましたね。ジクラ以上のご馳走ある。はい、こちら鶏肉のささみでございます。え、鶏肉？そうなんです。食べるの？なんかね、爬虫類とか肉食系の昆虫でも意外とね使われている食材ではあるんですけど、リオック自体のその飼育があまりそのね出回ってない状態なので、これちゃんと食べるかはちょっと不確かなんですけど、で今回ご褒美動画だよ、まあ、一応実験動画になってるけど、これだけだとちょっと栄養が偏るんですよ、うん、なので、カルシウム剤、これをねまぶして、はい、でこれだけでも食べなかった保険として、うん、ジクラこの色ジクラ。まあその作業ここでしたらあれなので、はい、台所の方へ行きましょうか。はいはい、バケツ。残念ながらね、うん、男どもで生活してるという関係上、うん、どうしても汚いんですけど、極力今汚いところ伝えようにしてるんやけど、絵面的にやっぱ汚いね、うん、まあでももっと汚い部分はね、それこそ覗き穴でね、うん、サブチャンネルの覗き穴で、三森くんのサブチャンネルの覗き穴で、ね、これは昆虫ハウスだ、覗き穴のサブチャンネルのつもりでやってるから。そうそうそう、僕鶏肉自体がねちょっと食べれないんですよ、うん、ああそう、あの苦手だよね、皮は苦手で、はい、でもささみは本当に好きで、ここで食べるの我慢したの。確かに今めちゃめちゃ食った後ではあるけど、こんな感じで入れてね、入れてね、でまあ平岡も調理師免許持ってたから、うん、どうやり方とかわかる？いや、ごめんなさい、リオ君の餌作ったのかな。リオ君のご飯って必修じゃなかったの？ないって研修で、今日はリオ君のご飯作りますってないからリオ君まず知らなかったからまあこんなもんでいいんじゃないですかね。こんな感じでふりかけを、うん、でたっぷりジクラ一つをね、はいはい、こんな感じで、なんか美味しそうやな。いやいや、マジかお前ジクラ好きすぎるちょっとあれがないので、はい、これでピザスクーターみたいになってるけど、まあそこ許して、うん、こうやってね、さあまぶして、そうそうそう、カルシウム剤とジクラをねしっかりと、うん、こんなん食べるんかな。こんな感じでちょっとね、ほんと見てくれは気持ち悪いですけど、まあなんかでもこれなんかほんま唐揚げにだけできそうな感じだなそうだな、だからよく最悪食べなかったら平岡が食べる絵でもいいですし、まあジクラだけならいいけどなカルシウム剤がということで、こんな感じでね、はい、ジクラとカルシウム剤をまぶしたものと、そのまんまのささみと、はい、いきますか、いきましょう、早速来いよ、ここは君の心を落ち着かせる理想のシェルター。いやいやいや、前回全然違った普通にいたからはい、という形でねリオックのいる2階に行きました。大原店長にいただいたリオックの幼虫が今成虫になって、はいはいはい、でもう成熟したのか、ご飯も食いつきもいいので、なるほど、ね、今回この子に与えていこうと思います、はいはい、で分かりやすいのがね、ほらこう見るとこことここがなんか穴開いてるでしょ、だからね、このポコがあるな、ここら辺にいるはずなんですよ。おお、出てきたリオちゃん、リオちゃん可愛い、マジで可愛いわ、できたね、え、うわー、いい、こう怪物感あるなこいつ、出たー得意技これね、早速じゃあ与えてみましょうか。さあ、はい、手前がささみ、両方ささみやわ手前がカルシウム剤とジクラをまぶしたささみね、はい、で奥がノーマルささみで、うん、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、投入しましょう、リオックちゃんを投入します。わー、すごく威嚇しております。あーでもこれどうだろうね、まず脱走したがるとは思うんですけど、気づいた瞬間やね、おおはいじゃーはいー、おお違うぞ、はい、ジクラじゃない、あれなんか
違うねんって、いつもと違うと思ったのかな、あれジクラかと思ったら、なんか違う食感が、あれ気づいた、あれ違うんや、いやでもどうだろうな、やっぱまだまだ単純に落ち着いてなく、そわそわしてるな、うん、一瞬食べたでグッてやったな、うん、でもなんか違ったんやって、前回も何週かして完全に存在に気づいてジクラに行ったから、うん、今回も口元あたりにな持っていけばね食うんだろうけど、そう来たら登るとするな、うんうんうん、もうちょっと休みに見よう、そうですね、まだだから足場として、うん、ヒットですね、ヒットヒットヒット、やっぱりジクラやまあ でもこの後もう一個食べる可能性あるから、うん、あそうだな、あ表面のジクラ食べてる、お前もそうだもんな、パルムとか周りのチョコしか食べないもん食い方じゃない今食べてますよ、食ってるわ、うわうわ、いってるいってるいってる、肉食べてるわ、ジクラ、爬虫類万能ゼリーがトリガーとなったもののお肉ごとパクパクと美味しそうに食べてくれています、クリックリの目を持つリオックは同サイズの生き物からすれば絶望案件ですが、我々人間サイズから見れば愛くるしすぎる至高のペットです、特に女子個体は男子個体に比べて頭がでかく最高にチャーミングです、結果通常ささみを抑えて特製ジクラ入りささみの圧勝でした、あんたには悪いが俺の勝ちだ、この未知なる餌に病みつきです、お気に入りすぎてもう枕にしちゃってます、ちなみに余ったささみもかわいそうだったのでこちらの青ズムカデにお裾分け、まあ、無事召し上がってくれたということで企画の雰囲気変えてしまったけど、うん、まあ、実際ねあれを与えることが元々の目的だから、でも俺の、うん、その過去の、イメージで言えば、うん、あのチクラ単体の方がめちゃくちゃ嬉しいと思う、まあ栄養価としてはね今回の方がいいと思う、うん、めちゃくちゃいいはずですから、うん、この動画良かったと思う方は高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします、ご視聴ありがとうございました、今日の桃、今日の桃、あ、ももが、うちのモモンガのももちゃんが、今、あ、出ましたね、かわいい、あーかわいいですね、これももです、はい、ももはね、あの三脚がすごい大好きで、はい、三脚とミモリどっちか好きかって言われたら三脚っぽい感じは見えるんですけど、だいぶ懐いてきた模様で僕にも警戒心も全くなく、このように手を出すと、はい、ほらほら三脚の上の方まで登って、はい、で手を出すとこう手にね、はい、ほら手に、はい、しっかりこうやって、はい、あそう三脚が本当大好きですから、でもね三脚の次に好きなのがミモリで、そこの差はいろいろありますけど、あ訂正します、家の方がミモリより好きです、あでも可愛い、ほら手つないで、手つないでる、ほらちょっとだけ、ほらはい顔のぞかして、はいはい、これでチャラです、うちの可愛いわんぱくももちゃんでした。